Thank you.
し。僕は眠いし。プランをね、基本的にインスタのバウンドで行ってるんですが、ちょっとぐらいね、歌を歌っていきたいなと思ってて、誰か、じゃあ、誰に歌ってもらおうかな。そんなに。じゃあ、りょうすけ。彼が歌いますので、お聴きください。ロングゴーン。前の方がね、いじらないとね。どういう意味ですか？左だ。ああ、行っちまったっていうことです。まあそうです。行きます。え、安倍の曲なんですか？いやいや、そういうんですよ。ああ、どういう
育てるんですけど、中学高校と高等専修って言ってるの岡山の学校に通ってまして、で大学から倉敷の作業っていう音大にいたんですね。それだけなんですけど、第二の地元で実は大学できるのが初ですよね。うん、うん。はい、初めてのレッスンだから私すごく嬉しくて、テンションも上がってますし、このライブを告知するのも私すごい頑張ったんですけど、やっぱ Facebook の力ってすごいよね。はい、すごいね。何の話なんですか。あ、そうそう、 Facebook で前の日を子供がね生まれたんですよ。こんな感じの大きいベーシストがまだ入っとまだ入ってる。まるで僕の車は子供がいたことによって大きい元から、そうそう、後藤さん、ベースの後藤さんなんですが、今生まれて何ヶ月ですか。もうすぐ3ヶ月ですね。らしいんですが、この3ヶ月間、生まれてからの3ヶ月間、まあよくアップをしていて、写真をね、子供の写真を撮ってアップをしていて、ちょっとね、ちょっとうざいですね。それで、このバンド以外にもバンドいくつかやってるんですけど、他のバンドでも全く同じことを言われまして、Facebook ってこう仲のいい人はね、こう更新すると通知がメールとかでこう通知が来るようになってるんですけど、もうあまりに頻繁なのでそれをやめようかと思ったって言われるぐらい今頻繁に子供の写真をアップしてます。だって可愛いんだもの。っていうね、また決まり文句があるんですけど、どうでもいいですよね。どうでもいいかわいいお子さんなんですが、ちょっとアップのヒントが、その程度は問題かなっていう、うざいベース、後藤のりさんの人。うちの子が一番です。はい、それに打って変わって、まだお子さんが生まれたメンバーはどこにもいらっしゃいまして、でもなんかお父さんはね、頻繁にアップするんですが、あんまりアップしない、隠したんですか、子供。嫁にね、あげるなって言われてるんで、ね、嫁の写真と子供の写真あげられないですよ。なるほど、規制がかかってるみたいな。ね、規制がかかってるんですよ。何か悪いことしたら別に悪い子供でも何でもないですよ。別にやましい子供さんでも何でもないんですけど、ね、っていうことでした。彼が、一応れっきとしたこの二人のライブのリーダー、前のリーダーです。収益にはならないです。で結構なら皆さん、あ、カバンにまだスペースが終わりの方が。やらしいよ。はい、次行きましょう。ちょっと時間がないね。はい。全員紹介しようがない。喋りたくてどうしても。じゃあ、次の曲先行きましょうかね。次の曲は、エイリーズワルツって言って、すごい悲しい曲なんですけど。個人的には、すごく思い出あるくらいです。とりあえず行きましょう。顔がちょっともう笑っている感じで
Thank you.
ちゃんじゃないですけど、まあ、モノマネがすごく上手で、本当に、やばい、本当にやばい、やばい。では、ピットヒル、小林涼介による山崎まさみモノマネ、ぜひご堪能ください。Thank you.
ゃあそんな両親ございます。オレンジとブルー一番運転。残りの3分の1狂ったと分解してる
その分解したがるとかね、うるさいとかね。そうそうそう、うるさい。ちょっと後で聞くんですけどね、あのうるさくないですか、大丈夫ですか。あ、それはそれは、ちょっと楽器のね、性質上負けないように頑張ろう。はい、ということで最後の曲、ちょっと気分を変えてエルサレムリーチという曲を元気よくお届けしたいと思います。元気よ、元気よ、今までで一番元気。